第一朗読、人たちの宣教。そこで使徒たちと長老たちは教会全体と共に自分たちの中から人を選んでパウロやバルナバと一緒にアンティオキアに派遣することを決定した。選ばれたのはバルサバと呼ばれるユダおよびシラスで、兄弟たちの中で指導的な立場にいた人たちである。使徒たちは次の手紙を彼らに託した。使徒と長老たちが兄弟としてアンティオキアとシリア州とキリキア州に住む異邦人の兄弟たちに挨拶いたします。聞くところによると、私たちのうちのある者がそちらへ行き、私たちから何の指示もないのにいろいろなことを言ってあなた方を騒がせ動揺させたとのことです。それで人を選び、私たちの愛するバルナバとパウロとに同行させてそちらに派遣することを私たちは満場一致で決定しました。このバルナバとパウロは私たちの主イエス・キリストの名のために身を捧げている人たちです。それでユダとシラスを選んで派遣しますが、彼らは同じことを口頭でも説明するでしょう。聖霊と私たちは次の必要な事柄以外一切あなた方に重荷を負わせないことに決めました。すなわち偶像に捧げられたものと血と締め殺した動物の肉とみだらな行いとを避けることです。以上を慎めばよいのです。健康を祈ります。さて、彼ら一同は見送りを受けて出発し、アンティオキアに到着すると信者全体を集めて手紙を手渡した。彼らはそれを読み、励ましに満ちた決定を知って喜んだ。神の御言葉。私は父から聞いたことをすべてをあなた方に知らせ、あなた方を友と呼ぶ。アレルヤ、アレルヤ。ヨハネによる福音。その時、イエスは弟子たちに言われた。
私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。主の御言葉。キリストに賛美。